マールバス車両萩循環マールバスは山口県萩市のコミュニティバスである。市街地を周遊するタイプの公共交通機関のなかった萩市において2000年4月に運行を開始した。市街地南部の椿地区に開設された萩健康維新の里へのアクセス確保に合わせたもので、萩市役所及び萩健康維新の里と 市街地各所を結ぶ路線設定がされており、福祉目的と観光客への利便性確保の両方を兼ね備えた路線設定となっている。運行は傍聴交通に委託されている。利用客数は以下に示すように2002年度までは増加基調であったが、その後減少に転じていた。2008年度は、 JR 西日本を中心としたイベントの影響により、利用客数が持ち直しており、2008年度の利用客は、前年度に比べて26,118人増加している。萩市役所を起点に、萩市役所、萩駅、萩市民病院と、萩市街の東部を結ぶ東回りコース、西部を結ぶ西回りコースの2系統がある。いずれも循環コースで、 乗車1回100円、所要時間は1時間、萩市役所発7時 -18、00の間で30分間隔で運行される。東回り、西回りともに停車する、停留所もあるが、乗り継ぎ割引は設定されていない。専用の小型ノンステップバスが用いられている。過去には、日野、レインボー HR の7メートル車両であったが、現在はすべて日野ポンチョに置き換わっている。 運行開始時に4台、平成13年度に1台を購入した。なお、車両購入費は、平成11年度に購入した車両は、国、山口県、萩市により、平成13年度以降購入した車両は、国と萩市により負担されている。ありがとうございます。